はようございます。今日は2023年9月9日です。ここはパリ北駅、今から歩いてパリ東駅に行きます。この下がパリ東駅です。あそこにある階段を降りて駅の西口から入ります。こんな感じです。パリ北駅に着いてこう歩いてここにある階段でパリ東駅に入ります。このコアジェライナー8時42分発ミルズキに乗ります。終点までではなく2駅手前のベルフォーリーまで行きます。前も出ましたけど今回は直通列車で行きます。4時間10分ほどの乗車となります。12時56分、4分遅れてベルフォー駅に着きました。ここでは1時間ほど待って、いや、40分ほど待って13時36分発、多分あの電車ですね、がそういう同じタイプの電車に乗ってリヨンに行きます。直通のベルフォー発リヨン行きです。この電車は引き続きミルズに行きます。奥には TGV の客車だけが止まってます。この一等車3両食堂車で2等車4両モーター車が他のところにこのベルフォーではアルストムの施設があって、
ちにあれ適線もで多分そこでモーター車の点検を怠ってます。この電車は13時4分発でした。13時4分発ベゾンソン駅で、次に乗る電車は13時36分発ベゾンソン経由でリヨンを目指します。この電車は各駅停車で、乗る電車はベルフォーの次、ベルフォーとブゾンソンの間はちょっと少なめで快速に当たります。18時28分、3分ほど早く着きました。ヨンバジュ駅です。
今日はここまでです。今行っているラグビーのワールドカップのためこうしてこういう看板があって、会場へのアクセスを示しています。ではありがとうございました。